ございます。今日はですね、大館市大町にある粉もん屋八というお店にやってきました。じゃじゃん、粉もん屋八、名前いいでしょ。八って名前なんだよ、ね、しかもここ八甲通りにあります。それではどうぞ。秋田犬のふるさと大館。本日のランチ、肉野菜炒め、豚キムチ炒め、中華そば。12時から14時でございます、皆さん。はい、いらっしゃいませ、ね、ちょっとね、なんとね、久しぶりに ANA5 人で来てるんだよね。そうなんですよ、勝手にちょっと取材してみる。皆さん、こんにちは。今日ね、めっちゃ久しぶりであります、 ANA5 人で来ております。お二人さん映ってもいいですか。いいそうです。楽しそうだ、楽しそうに。こうお父ちゃん作ってますね今、うん、ちょっと行ってみようか。お父ちゃんかっこいいでしょ。お父ちゃん、私たちの肉野菜炒めです。お父ちゃんは肉野菜炒め作ってくれてます。こちらが後ほど紹介しますが、私たちのお父さんだね、はい、大館のお父ちゃんです。ちょっと今忙しいからね。ちょっと先にいただきますか。あ、来た。ありがとうございます。あ、すいません、ちょっと、すいません、ありがとうございます。すいません、ごめんなさい。すいません、ありがとうございます。おいしそう。分かりました、分かりました。どうぞ。いただきます。この豚キムチ炒め本当に美味しいんですよ。夜もこのメニューはある食べたい。食べたい。この間人狼してて楽しそうですよ。うん、ハチのマスターです。マスター、イエーイ。ランチ始めたんですか。はい、日替わりランチを始めました。メニューは気分で買います。気分だって。何時から何時ですか。12時から2時までです。はい、ハチ来てね、みんな。はい、待ってます。バイバイ。バイバイ。お父ちゃんでした。ということでランチの紹介ね、今日はささっとしましたが、はい、今度お店の紹介が釣りしたいと思います。ちょいですここのね、大将先のマスター、師匠が大阪の人で、本当に美味しい鉄板焼きが食べられるんです。大館でここだけじゃない。本当にこんなに本格的な鉄板焼きが食べられるのは価値だけですね、きっと、うん、しかもね、美味しいお酒もあるんですよ。また今度お紹介します。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。お父ちゃんなんか持ってくれてる、見て。あー嬉しい。お父ちゃんこれ貼ってくれますか、お店に。いいよ。やったー、イエーイ。みんな来てねー。